こっちょな時の。さあお前たちの相手はこの俺だ。3分でひねり潰してやる。なめるなよ。なに？鋼の体を手に入れたつわけ。やったじゃん。スーパーポテンシャルただいま参加。やいやいやい、このポテンシャルが相手になって合体してたんですか。うん、あの二人もぶっ殺してあげなさい。ちょっといつまで寝てるんですか。ゲコ、うん、なんだ。ギコギコギコ。ついに復活したぞ。お忘れですか、私はギーニュー特戦隊隊長フリーザ様。聞いていただけますか、体を入れ替える特殊能力を使い私の役に立ってください。はっ、まだこの体に慣れていませんが。タゴマというやつの力を引き出したのか。あんたたちも一緒に呼んで。ウィスに連絡して。早くしないと食っちまうぞ。みんな食べちゃうぞ。だからそれは何なんだ。やはり彼らにあそこは早すぎやしませんか。遊び相手にもならないしね。修行場所じゃねえか。お、ショウタ。どうした、カカロット。この程度の力でギニュー様と戦おうとはな。から出ていった。このサイヤ人は私がとどめを刺すことにし、まだまだこんなもんじゃありませんよ。ざまあみろサイヤ人、ざまあみろ孫悟空。これこそ私の求めていたものですよ。今度帰ったら私を地球の担当から外してもらうぞ。ちょっと、やるのか。父さん、パパ、随分と充実した修行だったみたいじゃないか。連絡を取ってみましょうか。それだけじゃない、やつはとんでもなく強くなってて。わかった、今すぐウィスさんに連れてってもらう。瞬間移動できたはずだよね。いや、でもカカロット、もっと気合を入れて気を探りやがれ。どんなに楽しいことになるでしょうね。私は大変急な任務を思い出したので。ご安心なさい、
あなたの大切な家族とやらは。おお、まだそんな力を。ずいぶん無茶するね。体が持つと思う？グズグズするな！じゃな、ビルス様。お別れの時間にしましょう。お目の気しっかり届いたぞ。よく頑張ったな。すみません、ピッコロ。必ず息切らしてやっかんな。ヤードラット星人に伝わる瞬間移動。ほら、戻ってきた。クエ。でも、みんなの分は。俺たちは大丈夫。どうやら本当にフリーザのようだな。それがどれほど惨めで辛かったか。カエルのままだったら死ぬことはなかったと思うぜ。悟空さんの後に殺して差し上げますよ。あなたと戦うために随分とトレーニングをしました。自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。私の力をちゃんとお見せしなければいけませんね。仲間の兵士たちを。なんだと？おめえはギニューって言ってたやつを倒したじゃねえか。今じゃそこまでなんなくてもいいんだよ。では私の復讐を始めましょうか。を見ることができます。私がどんな思いで努力というものをさせられたのか味合わせてやりたいんですよ。クイニー父さん。それが復讐というものなんですよ。ほら、強い奴と出会うとワクワクするんだけんどよ。あなたの怒りなど、私のあなたに対する恨みと憤りに比べれば。私は無数が弾むほど嫌いなんですよ。そういえばあなた、先ほどナメック星のドラゴンボールであなたへの復讐を終えたら、地球はもちろんナメック星のドラゴンボールとやらも絶対に返せねえ。貴様、いい加減にしやがれ。やめろよ、ベジータ。やめろ。
何やってんのよベジータのやつ。あいつは昔フリーザの手下だったよな。また昔のように私のために働く気になったということですか、フリーザ様。お いつまでやっているんです。俺は貴様に服従したことなどこれまで一度もない。復活して復讐できるんですよ、楽しみたいじゃありませんか。いいか貴様ら、もう少しだけ待ってやる。もう少しだけな。やる気なくなっちまうぞ。ヒヒヒ、いざ、そういうのはなしだ。空から気を全く感じなくなった。ウィルスと戦った時は赤だったはず。自分で言うのもなんだけどよ、結構すげえと思うぜ。スーパーサイヤ人ゴッドのパワーを持ったサイヤ人の早口言葉みたいですね。舌を噛みそうになってしまいましたよ。